これで貴様たちは終わりだ。心を闇に染めたのもはやこの闇からは永久に出られない。出られないだと。リリアはどうなった。本当に死んじまったのか。そんな、ここまで来て、畜生。ここで死ぬのか。無念。ベベドア。マル。我がチリトーナ。何か脱出方法は。これは。まだ終わっちゃいないさ。希望を捨てない限りはね。リリア、生きていたのか。勇者と聖母の意志が私が闇に取り込まれる寸前助け出してくれたの。そして教えてくれた何もかも。暗黒を倒すにはアークの性質の力が必要だって。性質の力、イニシエの伝説に出てくる。ええ。でもその力はもう失われてしまったんじゃ。性質の力はまだあるわ、私たちの心の中に。なんだって。性質の力は精霊の力ではないの。それは全てを慈しむ力、全てを守る力。悲しみ、苦しみ、成長してきた自分自身の可能性、純粋な思い、未来への希望、それら全てが集まったもの。それがアークの性質の力。みんな希望を捨てないで。どんな闇の中でも希望の光はあるわ。私たち全員の心を合わせて。俺の望む未来は世界の平和だ。俺は世界の未来を救う。そうだ、みんなで未来を輝かそう。自由な未来、それが私の希望。科学は未来を作り出す力。どんな未来にも恐れはせぬ。大切なこの世界を守るために。どんな苦難でも乗り越えてやるよ。世界を守る盾となるわ。世界がある全ての群れのために。勇者様、聖母、力をお貸しください。支配者の正体か。不気味な奴だ。おとなしく闇の中にいればいいもの。リリア、下がっていろ。
俺たちは世界を救う。ずいぶんと仲良くなったものだな。だが俺と魔族は根本的に相入れぬ存在。それで争う運命がある。ここで相手を滅ぼしてしまえば永遠の平和が約束されるんだぞ。人間と魔族の間に真の友情は生まれない。相手を滅ぼして手に入れる平和なんか欲しくない。友情じゃなくてもいい。お前を倒す間だけ信じられればそれでいい。俺はお前が許せない。その気持ちはカーグも同じだ。そうだ、同じだ。なぜなら俺たちは双子の兄弟だからな。なるほど。